皆さんこんにちは。この音ともれブルーレイボリューム6をご覧いただきましてありがとうございます。工藤千佳役の内田優馬です。そして倉田武蔵役榎木純也です。はい。そしてですね、今回はなんとこちらの方にお越しいただいております、音響監督の高桑はじめ監督です。どうもちょっとさっきまでとテンションが全然もうね、どうしましょうね。緊張されてますね、高川さん。もう、はい、初めてだからね。初めてあオーディオコメンタリーやるのは。なんと、だからあのあとは2人でいや来てもらった意味がね。そうですよ、初めてなんですね。そうですね、高川さんはあの今までもたくさんの監督、ね、あの音響監督されてますけど、そうでもないし、そんなバカな、そんな結構な方キャラが違うぞ、回ってない時もそうですよ。いつもですね、あのこの音止まれの収録が始まる前はですね、はい、あのまああの僕らブースに座っていて、はい、であの高川さんがブースの中入ってこられて、うん、そこから小粋なおしゃべりをして、ちょっと場をね、ええ、温めるために、ね、ですよ。くだらない、いや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 、長いなって顔して聞いてる人がいますよね。あれ誰だ、それも N 川さんから N 川さんから、 N 川さんあら、ね、誰川さん、もうそこの話いっちゃう。いつもね、そうすごくいっぱいお話ししてくださるから、はい、何川さんが何川さんが、ね、よく喋るな、喋られるな。でもほらここではそうじゃなかったじゃん。ここではね、あのちかちゃんがね、ちかちゃん役名、役名、ね、あ役名でね、はい、役名でほらあんまりほら名前知らないからね。ちかとちかと竹蔵で、いやもう半年、これ本当始まってる。そうそう、歌わなくていいの？これはエンディングだ。僕の曲じゃないです。エンディングは歌ってますね。聞きましょう、聞きましょう。聞くの？いや喋ります。喋る、そうですよ。